ありがとうございます。今日も僕ちょっと忙が噛んじゃったよ、またちょっと今の忘れてください。僕ちょっと今日忙しくて次アコギに持ち帰るんで、その間ちょっとピンチヒッターシンくん喋って。楽しんでますか？俺はもっと楽しいです。もうネタ切れなんだけどさ。まだ水補充してない。まだ補充してない。じゃあね、トルさん。こんにちは。このステージ初めて立ったんですけど、もう本当人がいっぱい入って緊張するかなと思ったら、もうライトがきつくてもう全然見えないから全然 OK。 いやでもなんかなんていうの、このこんなに多くの人が俺たちのライブを見てきてくれる、噛んだけど、いや本当ありがとう。よし、もう一発盛り上がってください、行こうぜ。カミカミ。まあトールさん噛んだんでまた僕が喋ります。ちょっと真面目な話すると、こうやって毎日生きてるとやっぱいいことだけじゃないじゃないですか。辛いこととか楽しいこととか悲しいこととか、いろんなことがあると思うんですよ。で、だんだんそうなってくると自分がなんかいっぱいいっぱいになってきて、もうなんでこんなことしてんだろうとか、昔だったらこうやってできたんじゃねえかなとか、そう思ったりとかして、もちろん戻れるわけもないし、今を生きてるわけじゃないですか。だから当然日常も進んでいくし、でもやっぱりどっかで思っちゃうんですよね。あの時ああやってやってれば俺いけたんじゃねえかななんて思うんですけど、そうやって思い続けていると、大事なことをやっぱり当たり前じゃないこと、まあ、当たり前になってしまって、だんだん大事なことを忘れていってしまうんですね。今日やっぱこうやってみんなが集まってくれて一緒に楽しそうにしてくれることがすごく嬉しいんですが、そういうなんか当たり前なこと、でも当たり前じゃないことっていう、大事なことを、思い出させてくれる曲です。僕と違ってちゃんと噛んじゃいましたけど、すごくいい曲なんで聴いてください。じゃあ次の曲いきます。月明かりの下。